はいどうも矢沢です今回はデスビューさんから発売されているテレプロンプター T2 をご紹介しますぜひ最後までご覧くださいはい改めまして矢沢です 今回はテレプロンプターのご紹介なんですがえ皆さんプロンプターってご存知でしょうか私がプロンプターというものを初めて知ったのは細川政権の時でした、まあ、それまでの歴代総理というのは手元の原稿を読むため、まあ、どうしても目線が下に行きがち、まあ、とても自信なさげに見えました。 ところが細川総理は視線を下ろすことなく常に顔を上げた状態で演説したことから当時の情報番組でとても話題になりましたそのからくりがプロンプターです顔の両サイドにある透明な板に原稿が流れておりそれを読んでいたわけです今では当たり前になっていますがそれをプロンプターと呼ぶことを知っている人はあまりいないのではないでしょうか私も1年前に初めて知りました きっかけは自粛期間。それまでの YouTube 収録は構成をざっくりと決めあとは流れに任せて喋るやり方でしたしかしもともと一人喋りが得意なわけではないので、まあ、恐ろしいほど噛む上、まあ、途中で構成がわからなくなり最初から撮り直すなんていうこともしばしばそこで自粛期間に入った頃から根本的にやり方を見直し、まあ、完全に現行化することにしました、まあ、急がば回れの精神です 最初の頃はノートパソコンに拡大表示した原稿をレンズの下ギリギリのところに設置。まあ、なるべくカメラ目線を意識し、原稿を読んでいるように見えないよう工夫しながら喋っていました。まあ、原稿化したことにより言い忘れや言い間違いがなくなり、まあ、効率は格段にアップできたんですが、まあ、もっと楽に読めないだろうか。まあ、そんなふうに考えていた時思い出したのが細川元総理の前にあった透明な板でした。あれの小型版があるんじゃないだろうか。 まあ検索するとそれがプロンプターと呼ばれるものだと分かりましたしかも YouTuber にはうってつけのレンズの先に取り付けられるタイプのものもあったので、まあ、迷わず取り寄せましたそれがこのパロットのプロンプターです仕組みは至ってシンプルまずは専用のアプリをスマホにダウンロードそこに原稿をコピペしたらプロンプターの下にスマホを挟みます一方カメラ側は後継にあったレンズアダプターを取り付けます その溝に沿ってプロンプターをはめ込めば準備完了。専用リモコンのスタートボタンを押せば原稿が流れるという仕組みです。原稿の文字サイズ、流れるスピードは調整できますので自分の視力や話すスピードにいくらでも合わせられます。プロンプターを導入したことにより YouTube の収録は格段に効率アップしました。しかし、使い続ける中でいくつかの不便さも感じるようになりました。 1> まあ1つ目は広角で撮影できない点です。まあ、プロンプターの幅が狭いため、広角で撮影すると蹴られてしまいます。それを回避するため、画角を狭くすると私の顔がアップになってしまうので、まあ、今度は私がカメラから離れることになりますえ、そうすると今度は文字が見にくくなってしまいます。まあ、文字を大きくできるとは言っても限度があるので、まあ、いつもそのせめぎ合いまあ、常に微調整が必要でした。 まあ二つ目は、プロンプターに映し出される幅とスマホの幅がギリギリすぎるという点です。私はエクスペリアの XZ3 という機種を使っているんですが、まあ、画面幅がギリギリすぎて、まあ、少しでもずれると端の文字が欠けてしまうんです。また、私は自分の顔が真ん中に来る日の丸構図を避けるため、まあ、レンズの中央から少し外れた位置で喋るようにしています。しかし、画面幅がギリギリすぎるため、 ほんの少し長めになるだけで端の文字が見にくくなってしまいます、まあ、これらの微調整は本当にストレスでした三つ目はスマホの取り付け方ですスマホを上下で挟み込む形なのにゴムなどの保護材が何もついていないのでスマホ本体に傷がつかないよういつも気を使わなければなりませんまた XZ3 のような流線型の形だと挟まりにくくレンズにはめ込む過程でするっと抜けてしまうんです それを何度か繰り返しているうちにガラスの保護フィルムがバキバキに割れてしまいました、まあ、スマホ本体に害はありませんでしたが挟み込むところにゴムさえついていれば滑り止めにもなったはずなので、まあ、そこも残念なポイントです四つ目はリモコンの操作性です薄型なのはいいんですがその分ボタンを押した感がなくまた反応もいまいちなので、まあ、かなり強めに押すことになります まあこれであればもう少し大きくなってもいいので、まあ、ちゃんと押した感のあるリモコンの方が良かったです、まあ、収録の効率アップが図れた一方、まあ、不便に感じることも浮き彫りになってきたのですが、まあ、そんな時にネットで見つけたのが今回ご紹介するデスビューの T2 というプロンプタです、まあ、外観を見ただけで先ほど私が挙げた不満点を解消してくれることが想像できました まずタブレットまで取り付けられるサイズなのでスマホの画面ギリギリになることはありませんプロンプターの上部も広いので広角撮影にも期待が持てますしスマホも上下で挟み込む形ではなく前後で挟む形になるのでスルッと抜ける心配がありませんまた挟み込み口にもしっかりゴムが付いているのでスマホ本体に傷がつく心配もありませんしリモコンも立体的で操作しやすそうですそこでレビュー用にご提供いただきました では、ここからは実際に組み立てながらご説明してまいりましょう。内容物はこのようになっています。ドライバーも同梱されているのはとても親切ですよね。まあ、一方、リモコンは単音電池を使うんですが、まあ、それは同梱されていません。まあ、すぐに使いたい方は事前に準備しておく必要があります。レンズアダプターは 49mm から 82mm まで9種類も入っているので、まあ、ほとんどのレンズで使用することができます。 またこの T2 はスマホまたはタブレットに原稿を表示させカメラで撮影する以外にスマホでの撮影にも対応していますその際原稿を表示させるスマホまたはタブレット以外に撮影用のスマホがもう一台必要になりますがカメラを持っていなくても使えるので幅広い購買層に受け入れられそうです。それではここから T2 に切り替え実際に使ってみた感想をお話しします。 何よりも大きいのは画角の自由度ですこれまで使っていたパロットのプロンプターは先ほどご覧いただいた 40mm がせいぜいでしたがこの T2 なら今ご覧いただいているままで広げても蹴られることがありません今プロンプターから 1m 程度しか離れていませんがこれだけ広いサイズで撮影できるので手元に何か持った状態での説明もできます。 まあ、現行の表示も幅が広いので、タブレットであればスマホ以上に大きく表示することができます。まあ、レンズに対して多少斜めから喋っても見にくくなることはないので、まあ、アングルの自由度も格段にアップしそうです。まあ、立体的なリモコンも操作感抜群でとても使いやすいです。外観から汲み取ったメリットは適中、まあ。これまでのストレスが嘘のようです。それでは最後に編集のことも考慮した効率の良い収録の仕方をお話ししましょう。 このやり方は以前にもお話ししているんですが、とある動画系 YouTuber さんの受け売りです。でも、このやり方はとても参考になるので、ぜひ取り入れてみてください。まず、原稿を作成する際に、自分が一気に読めるくらいの段落に分けておきます。私はワードで原稿を書くんですが、その際4行程度を目処に区切っておきます。それをプロンプターに移し読み上げ、噛むことなくその4行を読み切ったら2回拍手。 次の段落に移りますもしそこで噛んでしまったら1回拍手して最初に戻ります噛まずに読めたら2回拍手そして次へ噛んだら1回拍手してまた戻る、まあ、これを繰り返しますこうすることによって何がいいかというと視覚的に編集すするることができるんできん音声の波形で2回拍手している前のシーンが OK でいくそこだけを残して後を切り落としていけば まあいちいち音声を聞き直さなくても編集することができます最後に原稿と照らし合わせて間違って切り落としている部分がないことを確認したら出来上がり今まで全部聞き直して編集していたのがバカバカしくなります今お話ししたのは一人喋りのケースですが、まあ、リモートでの仕事が多くなりプレゼン用の動画を収録しなければならない方も増えているのではないでしょうか まあこれまでのプロンプターは一眼カメラのレンズに取り付ける形だったので、まあ、どうしてもそれなりのカメラが必要でしたしかしこの T2 であればスマホでも撮影できるので、まあ、どなたでも使える便利アイテムです、まあ、実際にやってみるとわかりますが一人でカメラに向かって決まったことを話すというのは思っている以上に難しいものです、まあ、もし原稿を書くのが苦にならないのであれば、まあ、急がば周りの精神でプロンプターを使われることをおすすめします 実体験から言えますが、格段に効率がアップすること、間違いなしです。えー、まあ今回はこんな感じでしょうか。商品ページは概要欄のリンクから飛べるようにしなっておりますので、そちらから詳細を確認してみてください。あと、今回の動画が参考になったという方は、ぜひ高評価ボタンを。チャンネル登録がまだの方は、時々こういった便利アイテムをご紹介しておりますので、この機会に登録していただけますと大変嬉しいです。以上、ヤ沢でした。